それとともに、今週はいろんなところに行ってるときに、虹の話をしてるんですね。まあ、皆さんに言いましたけども、虹っていうのは祝福の印として、あなた方に表すって主が言われた、その虹なんですけど、いろんなところで虹が出てくるんですね。祝福されてるなと思います。感謝したいと。で、私はその約束が来るまで、虹なんて見たことなかったんですね。空見なかったから。そしたらそれ以降ね、見たんですよ、山ほど。回数で言えばね、例えばイスラエルに行ってますけども、イスラエルのガイドが言うんですね、我々と行く時だけ虹を見ると。で、ガイドの言い送りに書いてあるんですね、このチームと行くと虹を見ると。本当にそうなんですね。頻繁に虹を見るのです、具体的にね。そしてね、その虹も普通の虹じゃない。例えばですね、虹のアーチの下をですね、キュアラ牧師とコスタ牧師と一緒に撮っちゃったり、長藤君とね、撮りたくなかったんですけど、虹のアーチの中を通ったり、北野君とね、虹のアーチのところを通ったり、それから虹の足がもうすぐ100メートル、150メートルぐらいのところに出てきたり、あるいは普通でないような、その真っ赤な雲が出てきたり、あるいは普通でないような虹がね、次々と出てきたんですよね。で、まさに主は意図を持ってやっておられるな、ということを思います。そしてある文章かなんかで見たんですね。月の虹ってのはあるんですね。あるんだそうですね。だからめったに見ないと。でもね、それは月にかかる虹があるんだ。まあ、彩雲なんですけどね。ということを言ったんですね。こう見る人は非常に幸運であるっていう書き方なんですね。で、私ね、月の虹見たんです。で、ある時ですね、一人の紳士、5、60の紳士がやってきたんですね。インターナショナル礼拝に。そして祈ってほしい、相談してほしいっていうんですね。それは何かっていうとですね、奥さんに離婚訴訟されちゃってると。まあ、ちょっと悪いことやったと。で、離婚訴訟されちゃってた。まあ、彼は離婚したくないから訴訟を受けて立ったんだけど、弁護士が出てきたっていうんですね。必ず負けると。そうなると、多大な慰謝料を捉えますから、今、示談にして、裁判をやめた方がいいと。どうしましょうかって私に言ってきたんですね。いや、そんなこと自分で決めてください。まあ、しょうがないので、お祈りしたんですね。お祈りしたらね、予言が来るんですよね。それはダメだ。これはひっくり返ると。そう言ったんですね。私がそう言ったらですね、なんか信じられないような顔をしてですね、何か不安があったんでしょうね。もう、訴訟はやめようと思ってたんだけど、引っかかりがあってどうしてもできなくて、不安があったのでですね、私に言われて、いいですよって言われて、そして訴訟をやめちゃおうとしたら、そうでないことを言われたのでね、私に言ってくるんですよ。弁護士が必ず負けて多大な慰謝料って言ってますと。いや、それは自分で考えてほしい。吟味も自分でね。そしてね、それ以降ね、何度も来るんです。で、趣旨は一緒。要するに、裁判はやめていいですかね。で、神の答えが、答えも一緒。ダメ。聞くのが悪い。聞いてくるから、こちら側も主が言ったことに対して対応しないといけないわけですからね。そうですね。そしたらですね、裁判の、結審っていうのかな、それが近づいてきちゃったんですね。あと数週間ぐらいの時。それまた言ってきたんですね。弁護士がね、早く示談にしろと言ってるんです。これはもう負けちゃいます。ね、そしたら多大な慰謝料が払うんです。なんか私の責任かのように。
困りますね、そういうのはね。で、私は言ったんですね。主がね、ダメだって言ってるって。そしてね、とうとうね、決心の寸前になったんですね。もう絶対負ける裁判でした。そしたらね、不思議なことがあるんですね。裁判官は辞めちゃったの。その決心の前に。だからね、結論が出なかったの。絶対負けるはずがね、負けなかったんだ。で、もう一回ね、裁判のやり直しですよ。で、こういうことあるんですね。そしてまた同じことの繰り返し。それは何かっていうとですね、絶対負けるって言ってるわけですね。で、多大な慰謝料がかかると。お前のせいだぞみたいなですね。どんどんそういう対応がね、強くなってきたんですね。でもね、この場合は神様はストップしてるので、ストップしてるって言わざるを得ないから、ストップしてると思いますって言ったんですね。そしたらね、また決心が近づいちゃった。もうダメなんですよってね、もう悲鳴に近い、まあ、いくらぐらい捉える計算だったか知りませんけども、そういうような状況だったんですね。それでもね、神様はダメだって言うから、もう勝手にいいですよなんて言われてね、そしてひどい目にあって、後でね、私が神から温かられちゃ嫌だから。で、ダメですよって言ったんですね。そしたらね、もう諦めきれないって感じだった。で、私に食いついてくるんですよね。私に食いついてくるんじゃなくて、神様に食いついていってほしいです。そうですよね。そしたらね、不思議なことが起こったんですね。決心がなされる数週間前、またね、裁判官辞めちゃったの。こんなのあるんですね。で、結局どうなったのかっていうとですね、判決が出ない。そういう状況になりました。そして、その時に、渋谷カリスマネス政界に来られたんですね、その方、夜のね。そしてですね、私たちのところに祈りに来たんですよ。あ、またかと思ってですね。そして予言したんですね。そしたらね、不思議さを通してですね、虹の約束は成就しますって来たんですよね。で、私ね、そういう虹とかなんかの印とかなんかに関してはですね、受け入れられないタイプの人じゃないかと思ってね、で社長さんだし難しい顔してるしね、そしてね、やめてくれと思ったんですね。口をね、こう、封じたいみたいなね。何が虹の印だなんて思われたら嫌だなと思ったんですね。ところがね、言っちゃうんですよね。虹の印は成就します。で、恐る恐るね、見てみたら、彼がびっくりしたような顔をして見てるんですね。言うんですね。昨日虹を見ましたって。で、私びっくりしたんで、どこで虹見たんですかって。いつも家族で行っていた公園があるんだそうですね。そこにいたらね、虹が出たんですって。で、わかりました。ああ、これはね、解決しますよ。奥さん戻ってきますよ。このことから逆転しますよって言ってですね、数日内にね、奥さんが裁判を取り上げて、そしてね、また再び一緒に住むようになって、その後彼は来ておりません。まあ、この時その虹を通しての印の力っていうのをね、神様は豊かに見せてくださった例の一つだなと思ってます。ですから皆さんがいろいろ印として やられたものは吟味が必要ですけれども、どうぞしっかりと握りつみといていただきたいと思うんですね。それで、フィリピンで殉教事件がありました。そしてジャッキーたちが死んだんですね。今天にいます。まあ会うのも近いなと、そういうような感じですけどもですね、その時夜だったんですけどね、満月だったんですよね。で、鮮やかな月が見えて、そしてね、私ね、見たことのないものを見ました。月の周りにね、虹があるんですよ。いや、こんなの初めてだなと。一緒に見た人いるんだよね。
この中いるかな、一緒に見た人ね、一人か二人いたんだ。そしたらね、後になって文章でね、月の虹って書いてあってね、めったに出ないっていうことを見て、めったに見ましたよ。でその時にね、別に指示はされてないんだけど、ああこれは殉教のこととジャッキーのことだなっていうことをね、非常に強く思いました。私は生きて働いておられますのでね、どうぞそのことを覚えておいてください。